はいどうも、こんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回は、今後の学生の目玉間,間違いなし、学生助っ人外国人予想うやっていきたいと思います。 はい。ということで、絶賛ですね、覚醒ドラ1ルーキーが、えー、登場となっている、えー、ところでございますけれども、まあ、ここまでですね、その覚醒に関しては、いろいろな動画、誰を撮るべきかっていう動画とか、まあ、使ってみた動画もそうだし、まだその覚醒システム自体のね、解説とかも、えー、出してますんで、まあ、まだね、見てない動画があればぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけど、まあ、そのドラ1ルーキーが終わった後のですね、今後の覚醒で非常に楽しみに、えー、なる枠がですね、このスケット外国人枠かなというふうに思います。まあ準備 基本的に言うとね次の学生ではない可能性もあるんですけど、まあ、そのスケート外国人枠っていうのは2016年からね、えー、毎年ずーっと学生で登場し続けているレアリティにはなりますのでおそ、まあ、らくね今年も来るんじゃないかなというふうに思いますでまあそこで誰来るか次第でねちょっと学生の学生、えー、魂とか、まあ、素材とか、まあ、今回使わずに温存したいとかねとつこじとかも温存したいみたいな人も ま、中にはいるかなというふうには思うので、まあ、ちょっと先取りでね、えー、このスケート外国人誰来るか予想をやっていこうかなというふうに思います。で、まあ、昨年もね、この予想動画を作っているんですが、今年もですね、各キュラの候補選手と、あとは過去排出の選手っていうところを、まあ、まとめてね、えー、ちょっと紹介していこうかなというふうに思っています。なんで、まあ、過去ね、えー、こんなスケート外国人出てたなとか、まあ、逆に過去のプロスペをね、あんまり知らないってい人は、まあ、こんな時代もあったんだなみたいな感じでね、まあ、いろんな目線で見てもらえると楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ 早速、ね、本編入っていきましょう、どうぞ。さあ、ということで、まずは阪神からですね、はい、阪神は過去8年間はね、こんな感じの登場になってました、まあ、昨年はミエセス選手がね、えー、この覚醒で登場という形で、まあ、でも今見ると、これもパワーへいけてね、まあまあな、能力でしたよね、まこ、あのシーズンはね、超フルスイングがつきそうっていうところでもありますけれども、まあ、こんな感じの能力で去年は出ておりました。 まあその前で言うとですね、やっぱり、ジョンソン選手。まあこれもちょっとシルエット化しちゃってますけど、まあここがね、えー、まあ後にメジャーに行ったりっていう話にもなりますけれども、まあ当時はこのカクセ出た後に、このセレクションでもね、えー、出てというところで、まあ非常にね、えー、結果的に貴重になったのを覚えています。 はい。で、その上でね、じゃあ今年誰が出てくるかっていうところで言うと、実は今季支配下契約を結んでる新スケットっていうところはゲラ選手だけなんですよね。で、もう早速ね、えー、開幕から素晴らしい投球を見せてくれているんですが、まあ球種的にはストレート、ツーシーム、スライダーがね、えー、軸の球種になっていて、まあ、2023年のストレートのね、えー、平均球速157.3キロかな。 え、という驚異的な数字も残っていて。で、なんと 2CM に関してはね、MAX で163.7キロを計測したこともあるみたいですね。 まさすがにそこまでのね、マックス査定にはならないかなとも思いつつ、まあ、ただ、すでにここまでの登板でもね、160キロ超えの数字が出てたりとかもしてるんで、まあ、なかなかね、そのあたりの数字っていうのは期待できるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まだプロスピースにおいても、買いランクでしたらね、出てないっていう感じなんですが、まあ、ちょっとね、このゲラス選手は第2位のジョンソンになるんじゃないかなっていう気はしてる。 まあそれこそセレクションもそうだし、まあそこで選ばれなければね、アニバーサリーの可能性なんかもあるかと思いますし、まああとは、ちょっと契約がね、どうなるかっていうところもありますけど、まあ阪神の選手はね、こう、MLB に逆輸入じゃないですけど、まあ活躍してメジャーに送り出すみたいなね、えー、選手なんかも結構いますんで、まあそういうパターンもね、まああるのかもなって考えると、まあもし覚醒で出たらね、えー、ここは長い目で見ても取っておいた方がいいっていうね、えー、形になる可能性はあるかなと思ってます。 はい続いて広島です、広島はですね過去8年こんな感じの登場になっていて、えー、まさかのですねアンダーソン選手が2年連続でこの枠で出てくるっていうねまあ、これなかなか異例な、ね、形でございましたしかも助っ人が他にいなかったとかならまあまあ分かるんですけどデビッドソン選手がいて、まあ、その上でのアンダーソン2年連続だったんでなんでみたいな、まあ、感じだったのをすごい覚えてますね。 まあそこから見るにやっぱり新助っ人限定というわけではなくてまあ一応ね元々在籍してて2年目とかっていう選手とかでもまあ対象ではあるよというところはねまあこの配信を見るとわかるかなというふうには思いますまあ特段能力とかもねまあ真っすらの仕様が変わってたっていうところはあるけどまあでも一応強化は入ってたのかこう見るとまあでもちょっとカープ純正の方は2年連続でちょっとえたっていうね記憶がある人もまあ多いんじゃないかなとは思います でまあ今年の候補選手としては結構たくさんいて、ハーン、ハッチ、レイノルズ、シャイナー、この4選手かな、でまあ、その中でも、ですねもうすでにシャイナーは S ランク出たりとか、あとはレイノルズ選手も下位ランク出てますし、あとはハッチ選手もねもう出てるっていう、まあ、感じではあるんですけれども、なんで、その中でいうと、ハーン選手だけですねが下位ランクで出てないということで、まあ、そこは結構濃厚なんじゃないかなとは思ってます。 で、まあハーン選手の情報で言うと、身長198センチの超大型サワン。ストレートの平均急速が153.9キロ。で、急死令とストレート、ツーシーム、スライダー、チェンジアップ等が持ち玉になってて、まあほぼほぼストレートとスライダーのツーピッチに近いっていうね、レータがあるみたいです。ただね、キャンプ終盤に2軍落ち、2軍挑戦になって以降、あんまり情報がないっぽいんですよね。結構 X とか見ててもカープファンの方の投稿で、ハーン、行方不明みたいな。 まあ、ちょっとどうなのかなというところではあります。で、まあ、あとさっき言った通りね、他の3選手も出ちゃってる。通常で、まあ、ンクとが出ちゃってるっていうところで考えると、まあ、もちろんこれ出たからといって100、100%確散で出ないってわけではないんですが、まあ、やっぱりハーンの可能性は高いのかなとは思います。あ、でもその中でもね、このハッチ選手とかは、まあ、今後の投球次第でね、 まあ、る可能性とかあるんじゃないかなといいいうに思まますし、まあ、ちょっとね、野手の2人、シャイナー、レイノルズっていうところは、揃ってね、えー、まさかの離脱っていうところになっちゃいましたけれども、まあ、まだまだ開幕してすぐなんでね、まあ、でも、レイノルズもちょっと中断道っていう査定で、なんか、割とユーティリティみたいなね、 感じの査定になってます、ね、はい、続いてベイスターズ。ベイスターズ過去8年の登場はこんな感じになっています。まあ昨年はウェンデルケンが出たということで、まあ今もう通常 S ランクもね出ましたけれども、まあここはやっぱり大当たり枠だったと言えるんじゃないかなと思います。まあ正直ね、今の能力も含めて全然ね、まあスタスのパラメータの部分はね、ちょっとずつ評価されてはいるものの、まあもっと評価されてもいいんじゃないかなと。 ま、昨年の数字とか見てもね、言う,うには思うんですけどね。まあ、でも間違いなくこれからさらに強くなる可能性を秘めてる選手だと思うんで。まあ、もしね、去年の覚醒とかまだ持ってる人がいたら取っておくことをお勧めしたいです。で、今年もスケート結構入れ替わりがあって、ピッチャーのね、ジャクソン、ケイ、ウィック、この3選手を新加入として迎え入れているんですが、まあ、まだ誰一人としてですね、回覧区で出てないんですよね。という中ではあるんですが、まあ、一番出たら熱いのはジャクソンかな というふうに思います。まあ、もともとね。あのドジャースの在籍経験とかもある。選手で。 まあ、すでに開幕2カード目でね、えー、高騰して NPB 初勝利上げています。で、まあ、特徴としては、チェンジアップだったり、ナックルカーブが武器の、えー、ピッチャーではあるんですが、まあ、中4日とか、そういうね、スパンで投げられるかっていうとは、わかりませんけれども、まあ、数字的な部分で言えば、バウアーの穴っていう部分をね、まあ、十分埋められる可能性もあるピッチャーなんじゃないかなと。まあ、年間ローテル守り続ければ、スパン短くね、投げてたっていうのもあるんですけど、まあ、開幕最初1ヶ月以上いなかったりとか、まあ、あと、9月ぐらいにね、怪我していなくなっちゃったのもあるんで、まあ、トータルで見て イングっていう部分では変わらないぐらいね埋めれる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。 であとはケイウィックっていうところもすでに1軍で登、え、板、ー、済みではあるんですけれどもまあちょっと起用法的な部分で言うとどうなんだろうまあケイ選手は先発で使われてましたけどまあもね第2先発みたいな使われ方をするんじゃないかみたいな報道もあったりとかまあウィックもちょっとなかなかあんまり状態良くなさそうなんでまあ優先度的にはやっぱりウェンデルケンとかのは高くなるっていうところでねまあちょっと微妙な起用法にはなるかなとは思ってるんですけどまあジャクソンはローテーションを守れればねシリーズ2には出る可能性が高いかなと思うんでまあちょっとそこはね 楽しみにしておきたいかなというふうには思っていますはい続いて巨人です巨人8年間こんな感じの配出になっていますはいえー、去年はグリフィン選手ですねが、えー、覚醒で出たということでまあ今考えるとやっぱりグリフィンが去年はナンバーワンであったかなまあもちろんそのステータスっていう面では最初からねオール B というところで非常に高い評価ではあったんですけれどもまあこのシリーズね吸収強化されたりっていうところも含めてまあ,あそっか最初はツーシーム持ってなかったんだ まあそういうい変更もありますけれども、まあ、やっぱりえここが一番良かったとっいう形に結果的にはなっているのかなとは思います。でまあ、過去の排出見ても、やっぱりビエラ選手がいたりとか、まあ、サンチェス選手も長らくね巨人純正の、まあ、ベストメンバーというところに入っている選手かなとも思うし、まあ、あとはポランコ選手も、ねまあ、今はロッテにいますけど、各醒で出てたりとかって考えると、まあ、強い選手、結構出てるなという感じですよね。 で、まあ、今年の大賞選手っていうところで言うとです、ね、オドーア選手がもう早速退団になっちゃったということで、まあ、加入はケラー選手、阪神からの移、ね、席という感じになりましたけどそこのみという感じになっていますで、まあ、メンデス選手も可能性はあるかなとは思ってるんですけど、まあ、下位ランク出てるっていうところも含めて、まあ、どちらかというとケラーの方が可能性はあるのかなと思います。で、まあ、あとはバルドドナード ととと、えー、グリフィンンいうところはもう通常スランクは出てるんで、まあ、そこはは可能性ととしてはかかななり低いかなと思い思ますでケラーに関しては、まだ、あ、巨人版のね、回覧クまだ出てないんですけど、まあベースはこの阪神版の査定になるのかなとは思ってます。まあめちゃくちゃ強いっていう球種の組み合わせではないんですけど、まあ問題はステータスとかになってくるのかなとは思いますね。まあでももしかしたら、まあこの覚醒のね、スケッド巨人はいい査定もらってる選手も多いんで、もしかしたらケラーもね、 大強化されれてて出てくるる可能性もあるかもあかしれない、はいは続いてヤクルトです。ヤクルト過去8年こんな感じの搬出になってました。えー、昨年はケラ選手ですねが登場ということでその時の能力がはいこちらです。まあ悪くないステータスと球種はねパワーカーブまあこの学生が出た当時はまだそんなにねパワーカーブが出て間もなかったんでまあ、こんだけの変化量あればまあまあいけるんじゃないかみたいな。 え、感情の評価ではあったかなと思います。まあ、ただ、ヤクルトのスケット外国人はね、サンタナ、オトのサイスニードっていう、この3選手が非常に安定してるんで、まあ、なかなかちょっと、通常枠とか含めても、まあ、出る機会、なかなか難しいかなとも思いつつ、新加入のスケット投手がね、3人今年はいまして、えー、それがエスパーダ、ヤフーレ、ロドリゲス、この3選手ですね。で、ロドリゲス選手はすでに回覧で出ていて、まあ、こんな感じのね、 えー能力になっておりますよとえーいうところなんですがまずヤフーレ選手はですねすでに開幕からえー2勝上げてたりえーしているっていうところでまあここ出たら結構面白いんじゃないかなと思いますえー球種にはツーシームナックルカーブカットボールチェンジであとはスプリットとかスライダーとかもねまあ少ないものの投げてるみたいなんでまあ出ればねえーヤクルト柔道さんにとってはもしかしたらめちゃくちゃ大きなえー強化になる可能性もあるかなと思いますであともう一人のエスパーラ選手もすでに1軍で3投板してて防御率0.00 的にはストレート、スプリット、ナックルカーブの三強して軸みたいで、でそのストレートのねシュート成分っていうのはかなり少なくて、真っ平っぽい球を投げるみたいなんですよね。 キャンプの時点で中村雄平選手もマッサルに近いみたいな話をされてたみたいなんで、まあそういった球種に、ね、なる可能性もあるんじゃないかなと思います。まあヤクルトはね、この今出てるドラ1の西畑選手も含めて、結構ね、リア隊の目線で見て、ピッチャーの強化っていうのが続いてるんで、まあこのドラ1に続いてね、スケット外国人の覚醒も、まあおそらくピッチャーが出てくるかなっていうところなんで、まあ期待したいかなというふうには思います。続いて中日0歳ーー、中日は昨年カリステ選手ですね、が登場となりまして、はい、まあこんな感じでしたよ。 と総力めちゃめちゃ高い評価でしたねまああとはビシエド選手であったりまあ今は日本アにいるアリエル・マルテネス選手だったりということでねまあ長らく活躍している選手も、えー、覚えで登場していますまあ懐かしの覚醒ビシエロの能力はこんな感じでしたねもうこの年のビシエド選手早速ねシリーズ1からもう通常出て、えー、こんな感じの能力まあ同じかというところだったのとまずはセレクションでも出たっていうところだったんでまあ本当にこの覚醒のねまあ醍醐味みたいなまあそんな感じでもありました で今年の候補はロドリゲス、ディカーソン、メヒア、フェリスこの4選手かなという感じなんですけど、まあ、その中でも筆頭候補はディカーソンになるかなというふうには思います、まあ、ちょっと開幕2試合で、ね、コンディション不良の抹消という感じになっちゃったんですけど、まあ、MLB 通算の40ホームラン40ホーランの実績もあるんで、まあ、そこそこ評価は高いんじゃないかなというふうには思いますあとはロドリゲス選手は、ね、開幕からエースタメンで使われたりとか まあいろいろ話題に上がるところもありますけれども、まあ、開幕ギリギリで支配下登録になったっていうところを考えると、まあ、この助っ人外国人のね、登場時期にもよるんですけど、まあ、どうかなというところではあります。まあ、あとは2年目ではありますけど、メヒア・フェリスっていうところも可能性はあるかなと思いますね。一応ね、でもメヒア選手はもう出てんだよな。はい、こんな感じの能力になっています。一応、ツーシームついてるんですよね。まあ、でも、ここはそらく野手の2選手のどちらか,かなっていう感じですかね。 はい、続いてオリックスです。はい、オリックス、過去8年こんな感じになってます。はい、昨年はね、コットン選手、はい、こちらが登場となってました。まあ、なかなか珍しいサークルチェンジでいこうっていうね。 えー、球種を持ってました、えー、なんですけれども、まあ、結構ね他、あのー、球団と比べちゃうとロメロ選手以外はねあんまり長く、えー、活躍できてる選手が、まあ、いないかなっていう印象ではあるかなでオリックス今年ね結構新加入選手、えー、多かったんですけれども下位ランク登場が一切ないんですよねという中ではあるんですが、まあ、やっぱりエスピノーザーかマチャドこの2選手 どちらかが来たら非常に熱いんじゃないかなというふうには思います。まあ、特にスピノーザ選手はすでに開幕から2勝、防御率0.69ということで、まあ、素晴らしいピッチングをね、続けているかなというふうには思うんですが、まあ、持ち球的にはツーシーム主体でナックルカーブとかスラカットとかっていう9勝を投げてるみたいですね。で、まあ、あザロ選手に関しても開幕からね、2試合で、えー、ホールドを記録してまして、まあ、こちらもツーシーム、チェンジアップ、スライダーなどがね、えー、持ち玉となっている。というところでは、まあ、この2選手が来れば、まあ、なかなかオリックス純正の方とかにとっても大きい補強になる ななりそうかなと思いますあと候補としてはカスティーヨ・トーマスが出るところもね、えー、可能性はあるかなというふうには思うんですがちょっとこの辺りで予想難しいですねまあでも通常 S とかセレクションというところで s スピノーザ・マチャドあたりは出てきそうな予感がしてますので、まあ、もし取れたら激アツですねはい続いてロッテレスサイロッテは過去8年こんな感じの排出になっていてまあなんといってもこちらペルドモ選手ですねが去年登場になってましたで僕自身もね覚醒させて え使ってみたりとかもしてましたけれども、まあ結果的にね、1年で退団という形にはなっちゃったんですけど、まあシリーズ2で能力上がったり、マアニバーサリーでも出たっていうところを考えると、まあこの登場は非常に大きかったかなと思います。まあロッテ巡政でもね、まあ今オーダーで入れて使ってるよっていう人もたくさんいると思うんで、まあこ本当に大きかったと思います。というところではあるんですけれども、まあ今年はじゃあどうかっていうと、候補的にはダイクストラ選手とフェルナンデス選手、でまああと一応ソト選手も新加入ということで、 まあ可能性はあるかなと思いますでその中でフェルナンデス選手はね、もう下位ランクが出てまして、まあ、こんな感じの、えー、査定になっています。なんか球種はね、あの昔ベイスターズにいたロメロ選手みたいな。 えー能力かなという感じではあるんですけれどもまあここが一応出てるっていうところを考えるとまあダイクストラ選手が現状では濃厚にまあなるのかなというふうには思っています持ち玉的にはストライダースプリットナックルカーブなどが持ち玉になっていてまあなかなか面白そうかなというふうには思うんですがまあもう一人で言うのはやっぱソト選手もですねまあまだ下位ランクでえ出てないっていうところを考えるとまあ可能性はゼロではないかもしれないでまあロッテにはね現役のアーティスト選手がいないっていうところもあってまあ 学生とか関係なくとも、ソト選手がえ能力変わらずにねえ出てきてくれればま、あまあ大きな戦力になるよねというところで、去年から話題にはなっているんですが、もしね。 覚醒で登場するようなことがあればまあ今の覚醒というのはねスピリッツマイナス100っていう部分でもあるんでまあ過去最強になる可能性もあるまあ一応外はね当時、まあ、ベイスターズに、えー、入った時も、えー、最初覚醒でね実は出てまして、えー、キャッチャーできる能力であった時代もあったり、まあ、最初から高額持てたりねチャンスメーカー持ちっていうのも まあ今から考えるとなかなか面白い組み合わせになってます。はい、続いてホークスです。はい、ホークスはスケート外国人、えー、過去8年こんな感じになってまして、えー、去年はアスト・ディーヨ選手ですね、が、えー、登場となってました。まあちょっとなかなかね、アスト・ディーヨ選手は結果が出なかったかなと思うんですけど、まあ過去のラインナップを見るとですね、まあ、結構後にね、 えー、メジャーで活躍している選手が、えー、多いそのラインナップになっているかなと思いますなのでまあちょっと期待してしまうところであるんですけれども、えー、今年はですね支配下契約で新たに獲得した選手はなかったんですよね、えー、候補的にはヘルナンデス選手とウォーカー選手の2選手かなと思いますで、まあ、ウォーカーがねもう下位ランクで出てるのと多分通常 S 出るのも規定路線っぽいんで、まあ、そう考えるとやっぱヘルナンデスが濃厚になってくるかな、まあ、ヘルナンデス選手はね昨シーズン途中での、えー、加入に えー、なっているんですがまだプロスペースでは出ていなくて、まあ、球種的にはストレートスライダーカーブこの辺りが中心の、えー、持ち球となっていますでもともとね小久保さんの評価も非常に高かったみたいで、まあ、開幕1軍も内定してたんですけど、まあ、ちょっと故障ということで現在はリハビリ調整中みたいですねまあそらくそこが、まあ、確実かなとは思うんですけど一応ウォーカーが出た時には、まあ、かなり強いかなっていう感じではあるまあでもないだろうな 続いて楽天です。は楽天は過去8年間こんな感じの配出になっていました。えー、去年はこのフランコ選手ですね。が、えー、登場となりまして、まあ、正午でのパワー A も狙いやすかったりということで、かなり、まあ、高い評価をね。 まあやっぱこの辺りはね、結構実績の部分が結構大きくて、まあゾライチは、まあ割とこう、あんまり差がないような能力にされがちであると思うんですけど、まあスケート外国人は結構過去の実績によって差が出る。まあそんなイメージかなと思います。で、まあ楽天はね、過去結構いいラインナップになってて、まあこのギッテン選手なんかはね、まあ今でも、まあリアタイで使ってる方もいますし、まあ楽天純正の人はもう永久スピーカー法案件、まあ環境が変わらない限りはね、まあそんな選手なのかなというふうに思います。で、まあ今季加入のスケート外国人は 今ですねいずれも他球団からの移籍になっていて、まあ、ポンセ選手は日本ハムからでターリー選手が広島からっていう感じであるんですけどまあターリーの入団発表がね、まあ、割とゴタゴタしたというかっていうのもね、えー、もう3ヶ月前かって考えると、まあ、3ヶ月弱ぐらいですけどって考えると結構早いなっていう感じでもありますが、まあ、その2選手ポンセターリーというところは下位ランクでも出ていないのでまあその2人が結構可能性としては高いかなとは思います。 で、まあ、順当にいけばね、えー、二人とも2ド S ランクシリーズ2出てくるんじゃないかなとも思うんで、まあ、どちらが出てもまずまた熱いかなと思います。で、まあ、一応フランコ選手がね、えー、まあ、2年連続で出るっていうパターンもあるかもなとは思うんですけど、まあ、下位ランクで出てるっていうところを考えるとまあ、なさそうかなとは思います。まあ、でもアンターソンの例をね、考えるとまあないとも言い切れないんですけど、まあ、でもフランコ選手も多分2ド S 出ると思うんで、まあ、おそらくポンセタアリのどっちかかなとは思います。 はい続いて西ブです。西ブは過去8年間こんな感じになってました、えー、昨年は、ね、マキノン選手が、えー、久々に西武の中では、えーまあ、この覚醒からの通常 S ランクというね、えー、流れになりましたけれどもまあちょっとなかなかね通常 S ランクが出るような選手がこの助っ人外国人の覚醒で出てないっていうのも、まあ、特徴であるのかなとは思いますこの中でいうとニールとかぐらいかな、まあ、あとシュリッターですね 懐かしのシュリッター。まあ当時覚醒でも当たってて、でその後出た通常シリーズ1ンでも持ってたんですけど、これちょっとどっかやっちゃったの結構後悔してるんですよね。まあ当時は 2CMA がめちゃくちゃ話題になるような、えー、そんな時代でもなかったんで、まあ、あと僕自身あんまりリアタイに興味なかったっていうのもあるんですけど、まあまだ17シリーズ1ンだとでもあれか、リアタイっていう環境でもないか。まあでも持っておいたらよかったなというふうに思ってる選手の一人であります。 で、まあ今年はですね、おそらくヤン選手、ジェフリー・ヤン選手の登場が濃厚かなというふうには思っています。というのも、まあ、ヤン以外は、す、え、で、ー、に、えぇ、ー、ランクで登場しておりますので、まあアブレイユとかも出てるし、まあそう考えるとやっぱそこかなと思います。で、まあ開幕ね、一軍入りしてたんですけど、体調不良でいきなり抹消になっちゃってまして、まあでも持ってるポテンシャルっていうのはすごい高くてね、打算シ率とかも非常に高いし、まあ球種的にはスライダー、カーブ、チェンジアップ、進化、あたりが持ち玉で、まあなんといってもね、投球後のあの、ド派手なパフォーマンスもね、 話題になってまましたけれども、まあ、話題性も含めてヤンが出てくると面白いのかなというふうには思ってます。でまあセーブ今のところね助っ人がすごいいい働きを見せててまあ、今 S ランクで出てるコルゼロ。 もう2番で出てたりもしますし。まあ、あとはアギラもね、えー、もうすでに通常出てますけど、まあファーストでね、えー、活躍してますし。まあ、あとはアブレイユっすね。アブレイユもね、まあちょっと手薄になってたリリーフ陣というか、ま、もともとマスター選手がね、えー、ずっと担ってた守護神を今このアブレイユになってますが、まあ、この2選手なんかも、えー、まあ出てくるっていうのは、時間の問題かなと、うん、いうふうには思いますね。それこそセレクションアニバーサリーとかで選べれる可能性は大いにあると思ってます。なんでまあそのあたりが出るとね、覚醒でも熱いんですが、 まあ配出を見る感じはやんかなっていう予想をしてます。で、ラスト日本ハムですね。はい、日本ハム8年間こんな感じの配出になってます。まあ、昨年はですね、このメネズ選手が登場になっていたんですが、過去で見るとですね、今年復帰したバーヘーゲン選手は2020年にね、この枠で出てるんですよね。まあ、90なんかは多分今出てる下位ランクと全然違う形になってるかなとは思うんですが、出戻りからの再登場ってなると、オリックスのロメロ選手以来になるのかな。まあでも MLB また戻っってててくるっていうのもね極めなななかなかない例だと思うんで、まあ出たら面白いかなとも思いつつまあただすでにねバーヘ原ゲンは帰らランクでも出てるんでまあそう考えるとちょっと可能性は薄いかなと思ってますまああとはスティーブンソン選手はねもういきなり開幕 S ランク出たんでまあここはちょっと薄いのかなとは思います という中で、じゃあ誰が出てきそうかっていうと、まあ個人的にはマーフィーが出てくると面白いんじゃないかなと思ってます。で球種的にはツーシーム、パワーカーブ、カットボールあたりを投げてるみたいで、まあまあまあ強い組み合わせになりうるなとで。あとザバラ選手はですね、ストレート、チェンジアップ、カーブ。この三3球種が軸みたいなんですけど、まあ実戦初登板でね、161キロ出したりとか。 非常に火力が高いそんなピッチャーかなと思います、まあ、ただちょっと現在はファーム調整中になってるみたいですねでまあヤシでいうとやっぱりレイエス選手ですねが筆頭候補にはなるのかなとは思うんですけどまあでもここもね通算108本 MLB で打ってるんでまあ実績評価で言うんだったらかなり高い、まあ、パワーへ行ける圏内になってくるんじゃないかなと思います で、まあ、過去のデータを見るともともとセンターから逆方向へのホームランも非常に多かったみたいで、まあ、ワンチャン覚醒の時点ではかけ打法つく可能性もあるかもなと思います、まあ、ただ2023年以降去年以降は結構、失敗の打球がね え増えてるみたいなんで、まあ、直近だけで評価をされると、まあ、プルヒッターになる可能性もあるかなっていう感じです。で、まずはゴロ率がね結構高かったみたいで、まあ、打球角度去年かなり低くてで通算で見ても9.1度っていう、まあ、MLB の平均から比べても、まあ、結構低い、ね、角度になってるんでまあ弾道はどうだろうなまあさすがにねそのノイジーみたいな低弾道とかはないと思うんですけどまあ中から高 辺りかなまあパワー比の可能性もあるけどね中からのパワー比コロデロパターンとかもうまなくはないかもしれないというところで日本アムも非常に楽しみな助っ人が多いそんな球団でした。 はいということで、まあ、以上、今回ですね、覚醒スケート外国人予想ということで、えー、ちょっとじっくり12球団、えー、やっていったんですけども、いかがだったでしょうか、まあ、いろいろね、ことしも出入りが多いスケート外国人ということで、候補選手たくさんいるんですけれども、まあぜひね、皆さんが登場してほしい選手、登場するんじゃないかと思う選手、割れたらこんな能力で出るんじゃないかとかね、えー、ぜひぜひいろんな予想をコメント欄に書いて,いていただければなというふうに思います。ぜひこの動画、少しでも参考になった、スケート外国人の登場も楽しみになったという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。